こんばんは、スグあです。こんばんは、こんばんは、あ、ともともさんもこんばんは。聞こえますでしょうかどうでしょうかあれ大丈夫かなおやはっ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 は。あ、聞こえます。大丈夫かな 今一瞬またなんかこっちでなんか出てんだよなああバッチリですかあよかった大丈夫かなじゃあライブのストリームの状態は非常に良いになってんだけどなんかエラーっぽいのが出てるあ大丈夫かな直ったのかなということで皆さんこんばんはすぐあです いやあ、本日はですね、山中貞夫ですよ。渋い。<laughs> 山中貞夫の映画を見ようの回です。皆さん、お越しくださいましてありがとうございます。いやーないでしょう。山中貞夫を見ようという同時視聴会はね、猫がなんかずっと向こうでガチャガチャやってんだけど大丈夫かな。ね 皆さん、山中佐藤ご存知でした、えー、正直言いまして、僕は全く知りませんでした <laughs>、えー。天才らしいです。新潟国際アニメーション映画祭にね、僕は参加して、そこで、まあ、林太郎監督が、えー、山中佐藤に捧げる漫画映画という映画を作ったんですね。で、そこの界隈では、林太郎とか、えー、大友克洋とか、その界隈では、 山中貞男なんて常識だぜみたいなね。<laughs> そんなことになってたらしいんですけど、僕は全くご存知なかったんですね。どうやら日本の映画界を変えた天才らしいです。でも安心してください。あの映画マエストロのね、氷川さんもなんか僕もよく知らないっていうふうに <laughs> 言ってましたんで、ああ、よかったよかったとああ。その界隈でも知らない人もいますよね、当然ね。そうですよね、と、えー、いうふうに思いました。ということで今日は、まあ、 こんな機会もなければ、まあ見ることないだろうということで、一、えー、本ぐらいね、えー、見ておこうじゃないかということです。日本の映画界を、えー、に革命をもたらした男、山中佐藤ですからね。まあ日本映画界の父といえば、あれですよね、えー、牧野、えー、なんだっけ、<laughs> 牧野正弘あそれは、それは津川正彦。津川正彦の、えー、と、大おじさんの牧野、 正サだっけね。それがもう、日本映画界の父として、もう、君臨していくわけですけれども。その牧野家のね、えー、いろんな派生のところに、なぜかこの沖縄アクターズスクールもあるんですよね。沖縄アクターズスクール、作った人も、あの、牧野一族の、えー、どこかにいる人なんですけど。まあ、その牧野さんからこう、日本の映画界は始まっていったわけですけれども。まあね。 えー、その中にこの山中佐田もいたということで。まあ、知っておこうという回です、今日は。ということで、今、来ましたね。新仮面ライダーのドキュメンタリーの感想も楽しみに来ますし,し、楽しみに来ましたということで。えー、見ました皆さん。新仮面ライダーのドキュメンタリー。あの、僕、一日遅れで見たんですよね。えー それ放送された日は僕、エスターの新作をちょっとね、レートショーで見に行ってたんで。何よはいよ。おいで。うん、おいで。あの、なんだ。エスターをね、見に行ってたんで、録画しておいたんですね。で、えー、まあ、昨日見たんですけど、まあね、えー、結構 <laughs>、結構ね、えー、皆さん、 大変なことになってんなと。その感想もね、ツイッターとかで流れてきた感想を見ましたけど、ああああああみたいなね、そんな感じになっていましたけど、あのね、あの、新エヴァのドキュメンタリーも同じような感じで作っていたじゃないですか。で、あの時から僕はもう分かったんですね。ア野監督が何をやりたいのかっていうのが。だから、当然、新仮面ライダーもああいう風になるんだろうなという風には思っていたんですけれども、 あの結局ですね僕何度も言っていると思うんですけれども庵野秀明監督はですね何をしたいのかというと自分を超えたいんです、ねえー、まあ正直エヴァで燃え尽きたところがあったと思うんですけれども旧エヴァでね、えー、燃え尽きたところがあったと思うんですけれどもそこからどうやって、えー、自分はもっと創作活動をしていこうかって考えたときに。 おそらくエヴァで本当に全部やり尽くした、えー、全てのが終わったと俺は持てる力全てを出したエヴァだっていうところがあったと思うちょっとちょちょちょマイクいじんないでがあったと思うんですよでその中にあってじゃあどうしようかというふうになった時にですね庵野監督はおそらくもっとすごいものを出したいというふうに思ったんですねでも もっとすごいものを出したいもっとすごいものを表現したいというふうに考えた場合どうすればもっとすごいものができるかっていうと自分を超えるしかないわけです。ね、自分、あの旧エヴァの凄まじいあのラストを迎えたあの旧エヴァから数えてもっと自分を表現したいというかもっとすごいものを作りたいと思った場合自分を超える しかないわけでじゃあどうやって自分を超えるのかというふうに考えるとこれはもう他人の力を借りるしかないというふうに思ったんですね庵野監督はおそらく。で僕その考え間違いじゃないと思うんですけれども、えー、実はねハリウッドとか海外の巨匠たちってみんなそうやってやってるんで自分を超えるには他人を使うというのは 正しいい判断だだというふうに僕は思うんでですすけれども、ただですね、新エヴァを作った時に、えー、見てて思ったんですけれどもあのですね庵野監督その何て言うかな人付き合いが下手というか言葉が足りないというかあの自分を超えるには他人の力を使わなきゃいけないということは分かっているのにもかかわらず 他人を使うことが下手というか、そういったところが多分あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ただ、それは切り抜きされたドキュメンタリーを見ただけですから、えー、あのドキュメンタリーがね、当然、安野監督の全てっていうことでは全くなくて、安野監督のほん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 のごく一部しか僕らは見ていないんで、実際の安野監督は知らないですけれども、ただ、あのー、なんつうの自分を超えたい。 というう考ええがが監督はあっってその答えが他人を使うだったんですよね自分の中でどうやったって、えー、なんていうかな自分のすごいものを表現したいというふうに思ってもその自分のすごいものっていうのは所詮自分の殻の中にあるすごいものだからだったらそこに他人の要素を加えてそれをさらに消化させて素晴らしいものに変化していこうというふうに考えているところがあって。 それをエエヴヴァァでででももやっていたんですよシンエヴァでもねだから、えー、何 <laughs> 僕がよく例に今回のね「シン・仮面ライダー」の動画でも例に出したんですけどあのシン・エヴァのねあの一番最初一番最初っていうかラストのシン・エヴァの一番最初の,あの戦闘シーンで CG 担当の人に「全部が間違ってるから全部作り直せ」っていう風に言ってたんですけど。 あれはおそらくこの映像だったら俺でも考えられるんだっていう映像を出してきたんですねあの CG の担当の人は。俺でも考えつく素晴らしい映像どらどまりだったら、えー、意味がないんだと。俺は俺を超えたいものを作ろうと思ってるからその俺の。 俺ののっていうのは安野監督ですよ庵野監督の今まで作り上げてきたいろんなものっていうものをみんなは利用をしてさらに俺をそこに自分のものっていうのをプラスアルファ心血を注いでこのさらに上のものにしてくれっていうふうにきっと安野監督は思ってるんですね。だからずっとダメ出しをし続けたっていうところがあったんだと思うんですけれどもそれが今回の「新仮面ライダー」にもおそらく出ていてですね あのー、まあ今回のドキュメンタリーはほぼアクションシーンをね、えー、ずっと何、えー、この映像として流していたんであれですけれどもまあアクション監督と縦のねアクション監督と、えー、その何 安野監督の間でですすごいそごがあったわけですね。どうしたらいいか分かんないけどこれではないということがそう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 キューブリックがそれ言ってたんですけれどもキューブリックはね、えー、ダメ出しというかリテイクをものすごく出す監督として有名なんですね、えー、もう本当にちょっとしたシーンでも100回200回リテイク出すとはい NGNGNG って、えー、いうふうにやるわけですねでそこで、あのー、時計仕掛けのオレンジのね 主演の子が。どうして欲しいのか、言ってくんなきゃ俺わかんないんだけど。っていうふうに言ったんですよね。そしたらキューブリックは。どうすれば正解なのかなんてことは、俺にだってわかんないよ。っていうふうに言ったんですよ。俺だって。お前の、このシーンの演技の。どれが正解の演技なのかは、俺にもわからない。でも。今お前がやったのは違うということはわかるから、違うのをやってくれ。っていうふうに。キューブリックは言うわけですね。それを。 それでキューブリックは何百回もリテイク出してじゃあそれでっていうことを決めていくっていうのがあるんですけどこのキューブリックもやり方は実は庵野監督と同じで自分の中に明確な、えー、っと正解というのがあるんだけど自分の中の明確な正解っていうのが何なのかは分からないんですよだから「えー、<laughs> 俺を超えてくれ」みたいなね、えー、そういうことを多分言ってるんですよねで庵野監督今回 アクションシーンでこれは違うあれは違うとかもっとこうじゃなきゃダメだとか段取りになってるとか、えー、言っていたじゃないですかあの段取りになってるってのもまあ分かるんですよねその何て言うかな例えば黒澤明が昔ね「ン、えー、の侍」とかああいうのでその何本物の矢を使ったとかあったじゃないですかあと「座頭市」でねあのー あの,人があの人が本物の真剣を使ってやったりとか、えー、そういうその何て言うの段取りであったとしても恐ろしい本当に怖い本当にやばいやられたら終わりだという状況その迫真の演技っていうのが欲しいっていうふうに庵野監督は思っていてだからあの段取りになってるからそれじゃつまらないとか。 この本気で殺しに来るという感情でやってもらわないと困るみたいなそんなこと言ってたんですよねその場の空気が悪くなろうと良い作品ができれば文句ない世界ですねポンポさんの言う夢とあまあそうですね予算少ない中でリテイクしまくりの作品作りをさせてもらえて良かったねとか。そうだからそのなんていうかな演技映画っていうのは所詮嘘な世界なわけですね えー、アニメだろうが実写だろうが何だろうがですねお芝居だろうが舞台だろうが何でもかんでもですね演技っていうものは全部嘘なわけです。その嘘嘘をいいかかににじゃないようにするかというのが、えー、監督の務め役目だと思うんですよね。えー、そこがその庵野監督的にはですねどうすれば嘘にならないのか。 といううのを考えたんでしょうねその結果縦が段取り通りになってると、えー、つまらんと見ていて「はいちゃんちゃんちゃんあだン」僕その、あのー、なんだっけ「スター・ウォーズの」の789の時に言ったんですけど縦、えー、のシーンがもう全然ダメだということを僕言ったんですね「スター・ウォーズ」のデビューの時に。 縦が全部本当にダンスみたいな感じで、はい、1、2、3、はい、飛んで、ちゃんちゃんみたいな、えー。そういう、その段取りになっている縦を見せられても僕たちは何も感じないわけです。あ、いっぱい稽古したのねって思うだけなんですね。そう、スター・ウォードの時に言ってましたよね。その、なんていうかな。縦なんだけど、縦できっちりと、その、もちろんね、現場で怪我のないようにやらなきゃいけないんだけど、そこには、劣気とした本物、 とといいいいうものがないといけないわけわですだから「座頭市」を見てもらうと分かると思うんですけどあの座頭市の人なんて言ったっけあの人名前がキュン出てこなゃっ,った麻薬で捕まった人パンツの中に麻薬隠してたあの人えー、っと中村玉緒の旦那のあそうそう「勝臣勝臣」勝臣の座頭市を見てもらえば分かると思うんですけど特に最初の頃の勝臣の座頭市ね。 見てもらえば分かると思うんですけど本当にあの座頭市はなんていうの目くらっていうか、えー、盲目の人まあ座頭っていうのは目の見えない人がやるこのあんまの職業のことを座頭っていうんですけれどもだから座頭の位置で座頭市なんですよということでえっと、えー、その目の見えない位置が 本当の殺し屋というか、ねえー、そういうふうになってこうザッ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 ってやっていくっていうでしかもその盾もめちゃくちゃかっこいいしさらにあの活心の演技は本当に人を殺しそうな演技をしてるんですよ。だあれですよねそのおそらくあの頃の日本映画って本当にその言ってみれば盾としての その段取りはあったとしても、もう活心が勝手に全部やって、下手すりゃもう怪我に骨折とかいっぱい出てただろうな、みたいな、あの、エキストラの人たちの中にね、そういう人たちも、で、実際真剣持ったりしてるっていう噂もあったし、その、現場に持ってきたとかね、あったし、その、実際に切られた、 かすり傷とか、まあ、ザクッて切られたことはないと思うけどそういったこともあるかもしれないというその緊張感とかそういった本当の命のやり取りというかそういったものが、えー、あの活心の画面からは伝わってきていたんだと思うんですよ。それが今回の「新仮面ライダー」にはないねっていうふうに安藤監督は言ってたんだと思うんですね。だから本当に殺すという思いで、えー、挑んでもらわないと困ると。 例えば仮面を撮るっていうシーンがあったら、仮面を撮ろうと思ってるっていう、その何、何えー、っと、目的があるんだったら、仮面を撮りに行ってくれよと。なんで仮面を撮ろうっていう目的があるのに、全然関係ないパンチとかキックとかしてるんだと。えー、そういうことを多分言っていたんですね。だから、安野監督の演出というか、えー、それは僕,じ僕はですね、間違っているとは思わないんです。 庵野の監督のやりたいこと、庵野の監督の目指しているものというのが間違いだとは思わないんですけど、えー、ただですね、あのドキュメンタリーを見ている限り、あまりにも言葉が少ないし、コミュニケーションが足りないし、えー、撮影に入る前にもっと色々話し合わなきゃ、それは伝わらないよねっていうふうにね、えー、まあ思うわけですね。そこが、 現場の空気が悪くなるっていうのはまああんまりよくないと思うけど、えー、まあしょうがないっちゃしょうがないっていうところもあるんですけど昭和のメニューの穴あキいさを出すのそうなんですよねそういうのを分かりやすく伝える伝達人がああそうだったのかもしれないですね、えー、そのただ今の映画監督っていろんな人の映画監督 <laughs> の話を聞くと、もう本当に今の映画監督っていうのは、その、なんつうの役者に、ダメ出しをするとか、そういう立場じゃなくて、もうとにかく現場が穏便で楽しく、和気あいあいと、笑顔で終わる。これが映画監督の役目ですっていうふうに、みんな言ってるんで。<laughs> その昔みたいに、違うもっとやれとか、違う違う違う、もっとお前ちゃんとやれよとか、 そうじゃねえだろ、バカ野郎とか、そういった世界ではもう映画の世界はないんだと。えー、もうとにかく、笑い、笑顔、ほがらか。これが映画の現場なんですっていうふうにみんなが言ってるんでね。そう、灰皿投げたりとかね。もうそんなのは、えー、昔の話なんですと。今はもうとにかく本当に、ただただ役者さんが満足して現場にやってきて、 で、役者さんが、ああ、よかったね。じゃあ飲み行こっかって満足して帰るえ。これが映画の現場ですって、<laughs> いろんな監督がいろんなところでみんな言ってるんで、えー、その今の時代に、安野監督のあのやり方は結構ね、え良、ー、くない。だもうちょっとやっぱ事前に、 準備っていうのが必要だったかなというふうにね、思ったりしますね。役者がやりやすいにやってるんですよね。そうですね。空気を悪くしたくないからですか。空気を悪くしたくないっていうか、えー、おそらくですね、みんなのいろんな人の監督の話を聞く限りですね、今映画の現場っていうのは一番偉いのは誰かっていうと役者なんだと思うんですよ。本来映画って映画監督が一番偉くなきゃいけないんですけど、 どうも日本の現場はですね、役者が一番偉いというふうになっているっぽいんですよね。いろんな人の話を総合するとね。だから、<laughs> えー、とにかく役者さんに楽しんで、えー、笑顔で帰ってもらいましょうみたいな。当然役者だってね、別にふ,ふざけてというか、生半可な気持ちでやってるわけじゃないんですよ。役者だって、当然真剣にやってるんだけど、おそらくその真剣にやってるっていうところの、 このなんつうのレベルが50年前の日本映画黒澤映画の時代と今ではまだいぶ違うんだろうなという感じがアニメイベントも声優ばっかりもあまあねでもそれはしょうがないっすね一番目立つシーンにいますからねああそうそう白石監督ね今成功も失敗も主演次第とうんそうなんですよねだからその そこが、監督のやりたいことを、本当に、その映像化するというものを映画だというふうに捉えるんであれば、おそらく、庵野監督がやろうとしていることは、現代の映画としては、間違いですね。今はそういう時代じゃないんで、特に日本はね。ただ、いいものを作ろう。1ミリでもいいものを作りたいという、 熱意ということからすれば、アンの監督のやっていることは正しいのかもしれない。ただ、何度も言いますけど、その、アンの監督のやりたいこと、正しさっていうところはあるんだけど、どっちにしろですね、あの、とにかく <laughs>、コミュニケーションが取っていなさすぎのように見える。あのドキュメンタリーを見る限りね。だから、その、うまくいかないし、 あの何アクションシーンでここでこうやってやってでこっちに走っていってって言ったら「あダメダメダメそっち行かないで」とか「ここだけでやってください」って言って「あここだけですか向こうも使えると思ったんですけどいやダメ向こう行ったらちょっとダメだから」みたいな「じゃあじゃあここでこうやってバーンってやってここでパッてグローってやって「ああダメダメそこの壁使わないで」とか <laughs> あのあったじゃないですか。 でじゃあこっち行ってこっちでガチャガチャあダメダメそこ水たまりあるからその水たまりあると CG の処理がめんどくさくなるからそこの水たまり使わないでくださいとかその何て言うのもっと早く言えたじゃんっていうふうに思うわけですよ。もしそういう理由でそこがダメだっていうんであれば現場に入った時またはロケハンした時、えー、その時にあのアクション監督の人と ここのシーンはちょっといろんな事情があって、こういう事情、こういう事情っていうのがあって、だからここだけでアクションが成立するようにやってくださいとか、もし現場でその水溜まりとかあった場合、水溜まりは CG 処理が大変になるんで、あの、そこはそういうふうにしてくださいとか、そういう事前のコミュニケーションですよね。え、それが非常にね、え、大切。 だったんじゃないかなというふうに思いますね。映画監督っていうのは喋るのが仕事ですからね、どっちかっていうと。映画の演出とか素晴らしい作品を作るとか、脚本とか、その辺も重要なんですけれども、やっぱり自分、映画、映画っていうのはできるまでは映画監督のものじゃないですか。映画監督が、えー、自分の思い通りの絵というものを、えー、このスクリーンに映すために、 映画っていうのは撮っているわけで、だったらこういうのが欲しいっていうのを事前にコミュニケーションしてやんなきゃいけないんですね。で、でもそれが今回アンの監督が一番難しいのはアンの監督はその、なんつうの、前から僕も何度も言いますけど自分を超えたいと思ってるんですね。だから自分の中でこういう絵がいい、こういう映像、こういう作品が素晴らしい作品だという自分の中の えー、プランとかそのあるじゃないですか、えー、自分の中のその考えが絵がねこれを超えたいと思ってるんで庵野監督はそうなると事前にこうしたいこうしたいっていうことを言うのは違うんじゃないかっていうふうにも多分思ってるんですよだから今回の「新仮面ライダー」も最初は絵コンって描いたけど絵コンって描くとそこで他のスタッフたん 他のスタッフさんたちとか、えー、役者とか、まあ、盾師とか、その辺の人たちの思考が止まっちゃうから、えー、最初は絵コンテを描いたんだけど、全部はエコ、全部絵コンテはやめたと。いうふうに言ってましたよね。なんで絵コンテをやめたかっていうと、絵コンテは庵野監督の考える最高の映画だからです。庵野監督の考える最高の映画の上に行きたいから、絵コンテで、こういうシーン、ここのシーンはこういうふうにやりたいんですっていうに示しちゃうのが多分嫌だったんですね。 だから、もうめんどくさいんですよ。<laughs> だから現場もどうすればいいのかわからんと、なるわけですね。どうすればいいのかわかんないんだけど、じゃあどうすればいいのかっていうのは、そう、明確なビジョンがないと大変なんですよ、本当に。だからここが、その、安野監督、僕ね、正直エヴァが終わって、その後、 まあエヴァンが途中からやってはいただけど、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダーって、その、ア野監督がなんか好きそうな、マニアックなオタクっぽい実写映画が3つ立て続けにできて、庵野監督、結構、こっから青春を取り戻すというかね、今までずっと庵野監督といえばもう打つとか、えー、そういったのがね、付きまとってきたから、こっから青、こっから庵野監督の青春が取り戻せるのかな、そうだったらいいなというふうに思ってたんですけど、 アンの監督どうやらですね、この実写三部作を作って、さらに多分悩んじゃってるんですね。えー、どうすればいいんだっていう,うに自分でもわからないまま、えー、映画の撮影に入っちゃったから、今回もう周りのスタッフとかも、あいつ何なんだよってね、<laughs> 多分ずっと思ってましたよね。えー、役者たちが、 あの三人、ライダーの三人が、その、俺たちで考えるしかないのか、みたいな、こんなことになってましたけど、<laughs> ほとんどの人は予定通り進むを目指しているけど、安野監督は予定調和では起こらない生ものを求めているとあ。そういうことです、そういうことです。あのー、どっかのシーンで、適当に、あのー、何 縦の合わせも大してせずにやったシーンがあったじゃないですか。で、役者たちはみんな、その戸惑って、これで本当にいいんだろうか、これ、この縦全然うまくいってない、えー、なんか失敗もあったし、えー、その映像的にも変なふうになってると思うんだけどな、っていうシーンを、庵野監督は OK って言って、そこを気に入っていたという話をしていましたよね。 そのそれが欲しかったんでしょうね。庵野監督は、その敵はどこから来るのわかんない。こうこうパンチキックってやった後に倒れた敵、こっちにいる敵、後ろにいる敵、次の敵はどいつなのかっていうのがわからない、わからなくて戸惑っているっていう生物っぽさ、えそれが庵野監督の欲しかったものであって、それを。 その舘氏さんから言わせるとじゃあそういう風にしてくれって最初から言ってくれればよかったのになっていう風に思うだろうしでも庵野監督からすると盾でそういう段取りが決まっちゃうと段取りにしか見えないから、えー、それは本物ではないみたいなね、えー、そういう風に思うみたいなそんなところが多分あってですね、えー、この辺が非常に 難しいねということで庵野監督はおそらく迷って困って悩んでるんでしょうね庵野監督って何歳でしたっけ庵野秀明62か十二もうちょいできるんで62だったら ここで、どっかで、その、見つけてですね。え坂本隆一が死んだマジで今い、いつえあ、ほんとだガンだったんだよね。今、僕のところにも、そこが来ました。坂本隆一さん死去。 ラストエンペラーで日本人初アカデミー賞そうですかまあ随分前からね、えー、坂本さんちょっとそろそろかなっていう感じはありましたけどセンメリー素晴らしかったですか <laughs> パラララランってね 戦場のメリークリスマス。感度取れませんでしたからね。<laughs> うメリでも、ちょっと、どうなんだろう。見づらいんですよね。その、セリフがないっていかわかんねえっていうところがあって。 そこがなーっていうところが千メリはありますけどね。71。あー坂本さんがね71で死ぬっていうのは若いですね今の時代からすればね。 数年間、そうですよね。是枝監督の新作は坂本龍一です。あ、そうでしたっけ。ミュージシャンは長寿じゃないんだな。まあ、あそこまでのミュージシャンになると多分、いろいろ悪いこともしてるんじゃないですか。わかんないけど。ねえ。音楽家は短命、絵描きは長寿という人物が。ああ、そうなんですか。知らなかった。 ご冥福をお祈りいたします。まあ、ラストエンペラーは素晴らしい映画でしたね。本当にね。そうですか。坂本隆一。僕が知っている坂本隆一っていうのはもう、ねあ、怪物で音楽担当されて。ああ、なるほどね。じゃあ、それが遺作って感じかな。 僕の世代だと坂本隆一って、正直昔活躍していた人、まあ YMO っていうのが昔あって流行っていたんだよっていうことを知って、実際僕は坂本隆一の凄さっていうのを全く知らないまま育ってきてですね、えー、正直坂本隆一を坂本隆一として初めて知ったのは、多分ですね、裏 BTTB とか、 発売された頃ですねその時にその頃に「ヘイヘイヘイとかに坂本龍一が出てきてえ何、ー、かすごい人だったらしいみたいなねそれとか「ゴッツ」とかにもね出てましたよねそう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 コントに出てましたよね思いっきり叩かれるやつね アホアホ,マンアホアホマンの格好をしたりしてましたよね。そうそうそうだからそういえばあのー、何センメリの坂本龍一はめちゃくちゃ細いですよね。あの坂本龍一の細さ、まあ、正直坂本龍一本当に滑舌が悪いっつうか芝居、まあ、役者じゃないんでしょうがないんで芝居はどうしようもなかったしセリフないっていうか分かんないんですけどあの細さは非常にね本当に当時の あの苦戦している日本兵っていう感じがしてね良かったなというふうに思いましたねあっ芸者ガールズあそう芸者ガールズも坂本龍一、ね <laughs> えー、なんだっけおおおとんんかでえっとんだっけ えっと、安野さんか。安野さん、今見たら61歳なんで、まだね、えー、もうちょっと、全然、全然もうちょっとどころか、まだまだバリバリ映画監督としてはね、おそらくこっからが勝負みたいな感じのところがあるんで、えー、どっかできっかけをつかんでですね、この、何やり方というか、 映画の撮り方のやり方というか、そのコツを掴んでほしいというか、そういうところがあるんですよね。まあこれでね、ゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーやったんで、もうその辺の懐かしシリーズはもう良しとして、安野監督自分で作った方がいいんじゃないかなと思いますね。 今の年齢の時に千と千尋。ああ、なるほどね。しばらく休養を取られる。あ休養を取るのもいいと思います。なんだろうな。休養を取るっつっても、安野監督って休養ってどうやって取るんだろうね。あの、外出た方がいいんじゃないですかね。<laughs> 旧エヴァでね。旧エヴァでも外に出ろって言ってましたけど。 ちょっと庵野監督今までやったことないだろうけどキャンプとかしたりとかちょっと一旦ねこの映像関係から一旦離れて、えー、見るっていうのはどうなんだろうねちょっともうしばらく本当に長期キャンプ数か月単位の長期キャンプしてみるとかねああ畑仕事とかね、うん、そういうのしてみたらどうかなって思いますね だから僕、あのー、何この間新潟,国際あ新潟国際アニメーション映画祭に行って、あのー、押井守監督のね、えー、とスカイクローラー見たんですけどスカイクローラーを撮った時も確か同じぐらいですよね今の庵野監督と押井守監督がスカイクローラー撮った年齢と。 なので、で、押井監督はスカイクロラを取って、やっと俺は監督としてなんとかなったっていう風に言っていたんで、えー、もうその息ですよ。<laughs> 今まではまだまだ修行時代という風に安野監督を思ってですね、ちょっとね、一旦ちょっとリフレッシュして、何かやってみるっていうのはいいんじゃないですかね。海外旅行行ったりとかね。 その中田秀的な感じで世界回ってみるとかやるのもいいんじゃないかなと思いますけどあこんばんはダルシムさん <laughs> 宇宙旅行ね体力的にどうなんだろうね <laughs> あダンジョンズドラゴンズ」って面白いんですかね 全然俺、チェックしてなかったんだけど。なんかちょっと、ここのとこ、だんだん色々と映画が公開しだしますよね。そろそろ、マリオもそろそろでしょで、あ、そうだ。あ、面白かった。あ、ブルージャイアントはね、見ました。どっかの生配信でブルージャイアントの話したと思う。確かね。 マリア楽しみですね。マリオどうしよっかなと思って、吹き替えで見るべきなのか、字幕で見るべきなのか。吹き替えも多分そんなに悪くないと思うんだけど、ただ、予告を見た感じ、吹き替えよりも字幕の方がなんか面白そうな風に見えたんだよな。そう、アーニャ。アーニャ・テイラー・ジョイがピーチ姫やってるんですね。そう。 <laughs> 僕のイチオシアーニャですからね。でこれ僕あのー、もうちょっとしたら明日あさってぐらいにツイッターにあげるんですけどあれ見ましたよ。あの全米が吐いたでおなじみの、えー、なんて言ったっけあの映画。 えっとあテリファーテリファー、えー、ちょっと一足先に拝見いたしました <laughs> テリファーテリファーやーべー <laughs> セリファー、やーばい映画でしたよ。皆さん。えー、全くおすすめしません。<laughs> もう死者見せてもらっといてあれですけれども。あ、いろいろ予告編やってたんですかえー、っとね、正直ですね、僕も、まあ、死者ね、映画の、えー、っと、何宣伝屋さん。 宣伝会社から死者、えー、見ていただけませんかっていうふうにまあ来るわけですけれどもその時もですねあの <laughs> 実際のところあの見なくてもいいですというか見るか見ないか別にあのどうしても見てほしい見てくださいというふうには僕たちは言えませんみたいなねあの見たい方だけ見てもらえればいい映画ですみたいな <laughs> そんな感じの、えー、おすすめの死者のお誘いをいただいてですね 何言ってんだよと。俺はホラー映画好きだぜと思ってね。えー、見たんですけれども。<laughs> まあ、詳細は言いませんが、えー、なかなかでしたよ。ムカデ系、ああ、ムカデ、あの、まあ、テリファーって、実は、今回2なんですよね。続編なんですよね。えー、 ただ僕前作は見てないんですけど今回の2だけを見た状態なんですけどえー、ムカデ人間とテリフはどっちがいいかって言ったらムカデ人間の方が圧倒的に映画としての質が高いですムカデ人間はだって僕監督のやりたいこと分かりますもんえー、見る必要ないしない映画だと思いますけどムカデ人間は全く見る必要ない映画だけど監督のやりたいこと、えー 僕たちに共感してもらいたいというか、この映像としてやりたいことっていうのは、まあ、わかるんで。えー、昔人間の方が全然いいですね。テリファー。<laughs> だから、えー、っとね、本当に60年代、じゃ七70年代とか80年代の、えー、量産された、あの、当時量産されたスラッシャーじゃなくて、えー、っとなんだっけ、あるじゃないですか。 ぐちゃぐちゃ系の映画あれですねで無駄に長いしね2時間超えですから2時間20分ぐらいあったんじゃなかったかな汚い系だったら見れないんですがグロ系なのかうんぐちゃぐちゃ系です テリフはぐちゃぐちゃ系です。あもう好きな人は見に行けばいいと思いますよ。<laughs> えー、僕の、まあ、率直な感想というかそういったものはですね、後日ツイッターに上がると思いますんで。あ、ハロウィンもまたやりますよね。で、そのハロウィンのとこと同じところが作ったんじゃなかったっけな、えーと。ソフトクワイエットっていう映画も最近見まして。 それについてもまた言いますけれども、えー、このソフトクワイエットはねすごかったですね、えー、素晴らしい映画だったんじゃないかなというふうに思いますこれもねぜひ公開されたらソフトクワイエットは見ていただけたらなというふうに思いますねハロウィンねどうなんだろうね監督が娘を本物の虫のプールに突っ込んだりしている時代ですねああ昔はね ハロウィンもね。まあでもテリファに比べるハロウィンなんてね。え愛、ー、い,いもんですよ。サーチって映画面白いですかわかんないですね。サーチって何だろうとつうことで、ちょっと、こんなに喋るつもりなかったんだけど、1時間経っちゃうよ。あ、エスターでハロウィンの予告ありましたね。僕も見ました。SF 短編の同時視聴やりますんで、えー、よろしくお願いします。えー、っと、 えっと、あさって、これからですね、今月は、毎週火曜、木曜、火曜、木曜、火曜、木曜に、えー、独自解説出します。SF 短編の。で、その後、えー、生配信、その、その週、その週に、その週の日曜日に、あのー、 あれ。同時視聴会やるということにしますんで。だから、SF 短編知らないという方は動画は見ない方がいいかもしれないですね。PC 上で物語が進むってやつね。あー、CM やってた。どうなんだろうねー。CM で見た限り、画面がすごく見づらかったんですけど、やっぱパソコン上っていっぱい情報量が多すぎて、パソコン上の映像を、この映像のスクリーンで見せられると、 いっぱい画面に文字があってなんかどうすればいいのか分かんなくなっちゃったんだけどね。CM を見た限りね。予告を見た限りなんかごちゃごちゃしててよくわかんないんだけどっていうふうに思ったのが僕の感想でしたね。そのサーチの予告の感想は。SF 短編は4月と6月なんです。そうなんです。よくわかんない4月と6月にやるということですね。SF 短編皆さんよろしくお願いします。同時紹介しますんで。えー 僕はもう相当気合い入ってますよただね最初に5作品あのー、何えー、発表されててその5作品に対関しては2月のうちにもうねあのー、撮ったんですよね収録2月のうちにその5作品については解説を収録しようえってもう動画は出来上がってるんですけどまさかの。 一発目がですね「俺優子」っていうその事前に発表された5作品にはないやつから始まるっていうことでえー、独自解説の動画がですね新しいのだったり古いのだったりがうテレコにバラバラになって配信されるということになりますんでその辺もちょっとご了承くださいよろしくお願いしますサーチ1作目面白かったあ面白かったあそうですかうーん 二作目見るんだったら一作目見てからですね。あ、ミーガンね。ミーガンはちょっと面白いかもしれないですよね。ああ、ズームの画面だけで進む話し相手が怪奇現象に恐れてくる。これ辺はもうあれですか。コロナ禍で撮られたみたいな、そういったことなんですかね。コロナ禍だからって言って、 あの、接触しないようにとかリモートでっていう風に映画を撮ってた人たちは完全に損しましたね。あの当時、そんなの無視して映画撮っちゃえば、もうだって誰も気にしてませんもんね。<laughs> うん、やっちゃったなーっていう感じですね。確か、あれ、アバターだっけえー、アバターがそうだって言ってたんだっけか。なんだっけか。忘れちゃったけど、コロナ禍の中で撮ったんですよね。確か、アバターは。えー、その何、何確か、 どこオーストラリアだがどっかだけはその何非常事態宣言が出てないところに行って非常事態宣言出てない国に行って、えー、普通にこうできる芝居を、えー、撮影したみたいなそんなことを言ってましたけどねあトム・ハンクスのやつねありましたねトム・ハンクスも毎回いい人ばっかりでつまんないなっていう感じもしますけど。 ということで、えー、っと、今日は同時視聴会の日ですよ。皆さんね。忘れていませんか山中貞夫の、えー、人情紙風船を今日は見るという回です。よろしくお願いします。えー、これから見ますか皆さんね。大丈夫でしょうか <laughs> 人情紙風船。 アマゾンプライムで見ることにしますんで、えー、<laughs> よかったもう終わったかと思ってた <laughs> すいませんね、まあ、始まってませんでしたちょっと庵野監督のお話でちょっと盛り上がってしまいましたあ準備 OK もう今日はですね、えー、寝落ちありというふうにしますからね <laughs> もう昔の映画だし僕ねちょっと 興奮して喋っただから暑くなっちゃった。冷房つけますよ。これが暑いんだよね、結構、えー。人情紙風船をお話、お話じゃねえや。皆さんで見るという会です。邦画です。え、なん、千九百三十七年の方？何の方ってあるの？ 多分そうかな。正直僕も何も知らないです。あらすじも知らなければ何も知りません。ただ、人情紙風船は一応トーキーということですね。えー、サイレントではなくトーキーの映画となっております。なんでこれにしたのかというと、まあ山中佐藤でいろいろ検索したらですね、あ、2021年もあんのあ、え作り直してるってことあ、そうなんだ。 それは知らなかったなんで人情紙風船にしたのかというとですねウィキを見たら人情紙風船がいっぱいなんか、えー、キネマ旬報なんちゃらベスト100とかなんかそういうのとかいろんなのに人情紙風船が入ってるんでこれがなんかいいんだろうなということで <laughs> これにしました山中貞を簡単に説明いたしますと。 えー、山中貞夫という人物はですね若干28歳で中国で戦死してしまった天才映画監督ですねえー、彼はですね従来の映画の常識というものを覆したということなんですね従来の映画の常識っつったってえー、サイレント時代から陶器に移行した本当にその何ですか昔昔の人なんですけれども その時代に映画の常識というものをぶち壊して面白い映画を撮りまくった映画な、映画監督だということですね。ただし戦争その他いろんなことによってですね、えー、山中さだの残した映画フィルムは3本しか残っていないということなんですね。そのうちの1本がこの人情紙風船ということになっております。えー、天才ということなんでどのぐらい面白いのかなということを期待するわけですけれども、えー、っとですね、 ここで皆さんに注意、ご注意を言っておきたいと思います、えー。昔の映画です。これは本当に昔の映画です。トーキーの出始めのサイレントからトーキーに移行時代の人ですからね、山中佐藤っていうのは。本当に昔の映画です。えー、昔の映画を見る時のやっぱ心構えとしてはですね、あまり面白くないというふうに考えた方がいいです。なぜなら、これ、あの、生配信でも言ったんですけど、 もう、普通、なんていうの話としては多分、今で見れば、今から見ればベタな話になってると思うんですよ。僕もこれまだ見てないんでわからないですけれども。あのー、斬新なことはおそらくないと思うんです。お <laughs> そらくね。で、えー、Amazon なんで字幕出すってこともできないんで聞き取りづらいところも、えー、あるかもしれません。 で映像も古いですから、えーね、だからその面白くないというふうに思ってみてほしいっていうのはどういうことかというとですねこれよく言われるんですけどブレードランナーね昔のあのブレードランナーを見て最近の若い人がブレードランナー見てなこれのこの映画の何が面白いのってまあよくそういう感想を見るんですけれども、えー、それはそうなんですね。ブレーードランナーを 公開当時の新しかったこと、面白かったことっていうのが、全部、それ以降の映画に引き継がれて、いろんなところで模倣されているんで、ブレードランダーを今見ると、ものすごいベタなことしかやってないみたいな、そんな映画に見えるんですね。えー、でも、当時はすごかったわけで、そういうことですから。<laughs> そこはもうそうなんだというふうに思ってください。<laughs> で、僕もこれから始めてみます、えー。よろしくお願いします。 ということで、えー、っと、一旦ちょっとテストしますよ。スタート。あ、出るね。よしよしよし。カウントダウン、カウントアップの。何 <laughs> 表示出しますんで。昔は本当にびっくりしたんだよ。そう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 、そういうことです。 ただ、えー、まあり太郎とか、えー、大友勝弘が言う、曰くですね、山中佐藤が日本映画の礎というか、もう全てを変えたというぐらい素晴らしい演出家だったというふうに言ってますので、ぜひそれを見ようじゃないかということです。ということで、えー、始めたいと思います。皆さん、映画の準備はよろしいでしょうかえー、始めますよ。 どのように始めるかというと、10秒前からスタートします。10秒前から10、19876543210、ピッと言います。ピッ、ピッと言ったら、それと同時に僕は再生ボタンをピッと押します。再生ボタンをピッと押した後、急いで、えー、映画のカウンターのスタートボタンを押すという感じになります。えー、よろしいでしょうか。それでは。 ヘッドホン装着。ちょっと待ってね、ヘッドホンがいつも、あれ、聞こえないっていう、あるから、ちょっと一旦テストさせて。あ、オッケー、オッケー、オッケー。アマプラ最初に広告流れるよ、そう、そ,そ,そう、そう、そう、そう。広告流れるんで、広告今のうちにスキップさし,しといてくださいね、えー。大丈夫ですか。よろしくお願いしますね。それでは。装着。 では、皆さん、いきますよ。えー、山中貞夫監督。人情紙風船。開始まで。十九。八。七。六。五四。三。二。一。ゼロ。 全身座何出演出演人情紙風船見えねえなあ暗い字が暗くて見えん漢字読めないよね <laughs> 出演者 ええー、主演なんじゃないかと思われる人たちが、最初の二人が一気にす,すげえ早く聞いちゃったけど。市川とか嵐とか立花とか書いてあるのは、これはみんな、あれかね歌舞伎役者かな市川ばっかだったね。 あ <laughs> アフレコですねまあ当然そうなんだけど日本の映画は結構ね80年代ぐらいまでアフレコが普通な感じがありましたよね首くくり 殺人事件ってこと。<laughs> 首吊り自殺。なん、殺人っぽいのにさ。みんな結構あっけらかんとしてるね。<laughs> まあでもね、昔って人の死って結構ね簡単なもんだったよね。え男が赤ちゃんをおぶってんじゃん。 昔は男は何もせずにとか言ってたけどなるほど主役かな映画館の人が初めて終わりはフィルムが痛みやすいって言ったああなるほどね 子供がいっぱいいるね字幕出してほしいな うさ喋ってる言葉がさ今と一緒だよね。ね現代語と近いよね。ほぼ同じ。ちょっとなんか江戸弁っていうかその落語家っぽい感じはあるけど。 自信自信版あ,あ江戸言葉がちょっと分かりにくい。 な、何やって言ってる、これ。金魚。金魚さ、こんな売れ歩いてさ。誰が買うわけ。五匹も売れた。たださ、その、なんつうの、江戸時代。とかさ、まあ。 昭和の、その何、何、えー、戦前までは、結構本当に日本人って他人と喋る、欧米、アメリカとかと同じように他人と喋る文化だったんだよね。戦後から急に変わっちゃったんだよね。ああ、セットじゃない 一応だってうんセットだろうね。<laughs> 竹ざ屋みたいなもんかな。うんていうか金魚屋なんでしょうね。おかずマジで食うの <laughs> この大家さんさ、あの、落語家のさ、あの人に <laughs> 似てるよね。なんだっけ俺、チャンネル登録してんだよな、あの人。 みんな声がいいな。やっぱ役者は一に声だよ。金魚うるさいよね <laughs>。いや、小遊三ーーさんじゃなくて、一之輔。一之輔さんに似てる。 主役は主役って分かりやすくていいねこれは何をしてんの今の場面切り替えはあれ黒沢系ああ昼と夜は分かりづらいね。 圧感。これは何してんの？まさかこれが落ちるやつやじゃないよね？ いやーでもこれ多分セットだと思うんだけど素晴らしいねあの障子が割れてたりとかさあ破れてたりとかさやっぱね映画の魂っていうのは細部に宿るんだよねうんやっぱお通夜だった お通夜でこんな騒ぐんだ。 だから昔は本当にさその目が見えないっつっても結構同じだったんだよね。 何ほうれ激よって、<laughs> 不謹慎も鼻だしいわ。<laughs> あのー、なんだろうな、面白い。<laughs> 面白くないと思ってくださいって言ってたけど、面白いね。 子供はもう寝なさい。ああ、怒られる <laughs>。言うほどね、感じないよね。ねえ、違和感ないね。 <laughs> やっぱなんかあれだな落語っていうか小話みたいのがこういっぱい続いていくみたいなそんな感じかな <laughs> あ <laughs> <laughs> まあ、そうなるわ。落語だよね。あ、落語の実写のやつね。あの、撮っといたんだよな。昔もやってたよね。落語さムービー。お、乱名、ほれん月経、乱名、ほれん月経。 あ僕は小学校のときね図書館で落語の本を借りて落語の本ばっかり読んでた男ですから <laughs> あそうか今のが紙風船いい天気翌日かな、はあ磨いてる 後ろの石垣はかき割りっぽいな。 おや あーでもこれは昔はもう劇場多分ずっと爆笑だったんだろうな小話がどんどん続いてる感じだねおっと何ですか 何ですか何ですか お前何したんだなんだ今の自然な演技あなたはもうお出かけいたします。 なんだかわかんねえくじ引きは怖えな。 眼鏡が着てるやつあ、本当だねやだな <laughs> これはどういうこと殺人事件ってことになってくるのかな 毛利様おおまたべの。 あに モーリス様は目張りしてんな。 白屋カメラが微動だにしないのが逆に新鮮 <laughs> 昔のカメラは重いからね重くてでかいからねまあ簡単に動かすなんてことはできないんだよねもうセッティングにカメラのセッティングに何時間もかけてここに置いてもうここで演技してくださいっていうことだよね 山中監督作品の中からこの映画を何で選んだああ、これがなですね。なんか、いっぱい評判が高かったというか、ウィキを見たらね。そういうことです。 そこまでして <laughs> 美人っぽい。<music> お嬢様 <laughs> お嬢様なんかエロいんだけど <laughs> お嬢様は忠筆のことが好きなの 15万石それはもうものすごいね。あれこれさっきの人かな おとあ,あまだまだこう殴った時の効果音とかそういうものはないね。 いっぱいいると思うけどこのね今あこれ刺してもわかんないけど右上に黒丸があったよね右上の黒丸は2回出てきて1回目がスタンバイ2回目が GO なんだけどこの黒丸が出たところでフィルムが交代する交換するっていう意味なんだよね映画っていうのは A と B と2つフィルムを一緒にこう伝えていて A のフィルムがまあ例えば5分なり10分なりのフィルムがこうあるわけねでこのフィルムが終わったら次カチャってやって今度 B のフィルムを投影するってことになるんだけどその合図としてこの右上に黒丸が出るんですだこの黒丸が一回出たらこの A 写機の 切り替えのボタンをこう、手でお、もっと置いて、もう一回出たらガチャッと押す。そうするとガチャって切り替わって、今度はこっちになって、こっちのフィルムは撮って、まあ巻き戻して撮って、新しいのを入れて、スタンバットく。するとまたこう5分後とか10分後とかこう出るから、そしたらガチャってやると今度はこっち側から映像されると。いう風になるんですよ。あ、そうそう、ファイトクラブでやってましたよね。僕、実は映画の、 社をねやったことがあるんですよね。今はもうデジタルだからそんなことしませんけどね。 <laughs> ずっと傷薬探してたの。 この人現代風な顔してるな襖の柄が <laughs> 気持ち悪いんだけど。 俺の目の叱ってる間にって言ってた <laughs>。目叱ってました。 結構話が複雑でさ、そう、何言ってるか分かんねえからさ、これは置いてかれるな。これ映像すごいね。上、天井あんなにちゃんと作ってあって、照明どうやって。ね。 戦場の隙間から照明多分照らしたんだろうね登場人物も多いしね <laughs> ちょっと複雑何何やあそば屋か あ、二八そばって書いてある。そば食いてえなー。ああ、そうね。午前十時だとね。ほら、これ。 天井が結構びっしりあるんだけど、照明どうやってんだろう マッサあどんガらかッしャ白黒でこの暗い映像でよくここで暗いまんま逃げるっていう演出したねなんで蕎麦屋に絡かかんだかよく分かんなかったね なんかうるせえみたいなそんな感じだったのかなあ外で張ってるのがバレたってことか。 あなるほどなるほど人がいないのにそばやそばやって言ってたからなんで誰もいねえのにそばそばって言ってんだ誰かいるんじゃねえかっていうことねああなるほどね今度は何が来たんだいろんな矢が来るな

そうだねすだれの <laughs> VFX <laughs>。 運野さんって呼ぶんだね。主人公の最終職の物語、そうかもしれないね。一番最初の首くくりは何だったんだろうね。 あと昼間っから酒をみんな飲んでるね。 美人ああちょっともうちょっと見せてくれやん。規制の吸い方って電子タバコみたい。<laughs> あのさあ全然気になってなかったんだけど演技がみんなうまいよね自然質屋か。 自然だよね何のところだろうねなんか紙のなんちゃ紙の箱って言ってたよねああなるほどテレビドラマはない時代だから過剰な演技がしない。 うんでもこの時代の当たり前の演技っていうのはイコールあのー、歌舞伎とかそういうのだよねまだ大衆演劇みたいなものもないと思うんだけど。 夜だったおい今夜なのに明かりがあったねあお嬢様来た。 ああこんな感じだったのかなんだろう千秋のお姉さんみたいな感じの顔 <laughs> かなああそうだろうね着物が普通の時代だから なんか外出るたんびにやられるなあ,あ夜のシーンスタジオうん夜っていうかうんどうだろうね え何や八尾のなんちゃらっ,つって言ってたよ。群衆劇ってことでしょうね。 何焼いてんだろう <laughs> 暇そうだな ここがどこだか分かんないけど大体こういうのはどこですか高田馬場とかその辺この奥さんの演技がさ抜群なんだよね 嘘ですよ奥さん嘘ですよなるほどねなんかだんだんと話の筋が見えてきた感じがあるよねあいつがダメなやつなんだなこの浪人がで毎日仕事仕事って言ってどっか行ってるっていうねもう今でも通じる話かもしんないね この草はずっと何を焼いてんだ縁日いわゆるニートだねそうだね雨だわ。 すげえ雨。今はね、雨降らせられないんですよ。お金がないから。映画でもドラマでも雨はやめてくれっていうふうに言われてるらしいですよ。もうとにかく水が一番金かかる。水はもうとにかく雨はもうとにかく無理ですと。もうお金かかってしょうがないと。だから最近雨のシーンっていうね、あまりない。 中七っていうこの言い方がいいね中七はどうもお嬢さんの気持ちが分かってくれないん黒沢明は雨の中に炭を入れたっていうよねあ、なんか落としたよ何かになりそう あ、天気のこの実写は無理。<laughs> 制作品が一番高いのがウォーターワールド。ああもうとにかく雨はね、大変なんですって。中心のバカ、可愛い,い <laughs> お嬢さん <laughs>。声に出して言っちゃうんだ、それ。 今中止が来るからいいの。え、え、ちょっと。なんか悪いことしようとしてる。大丈夫。 おっとなんか踏んじゃってるよなんか落とした髪飾り浪人お前何してんだよあ,あここで待ってたの 雨すげえな。このお嬢さんめっちゃ若そう。私とあんま大差ないかの。あら、ソニッククラブさん何歳なんでしょう。まあ、設定で言えば、あのお嬢さんの年齢は多分、15、16、17ぐらいでしょう。設定的にはね。 あ、15歳。ああ、そうですか。若いね。15歳で人情紙風船見ている人は、ソニッククラブさんが日本で唯一かもしれないよ。<laughs> 浪人、ちょっとタイミングが悪いんだよな。そのうち浪人切れて、ご家老でんかやったりしないいつす 大変だなまた十郎もっと近くまで来てくれよ <laughs> なんでそこここまで入ってきてくれよ。 なんだかんだで先を知る。ね、面白いね。<laughs> 思ってた以上に面白い。今、傘に名前書いてあったね。これは、多分スポンサーだよね。スポンサーっていうのは映画のスポンサーって意味じゃなくて、あの、傘のスポンサー。 確か日本で初めてあの傘のあの何レンタルをしたのがあのあれなんだよね三越銀座三越 <laughs> まあ 雨が降ると、そこの傘みんな使って、傘が三越って、まあ、えっと、えじ屋っていっぱい書いてあって、宣伝になるっていうね。 たちのアイドルを何するつもりなんだよちょっと中吉いた何すんだ中吉 雨漏りしてる家なんかやだよあ泣いちゃったかわいそうまさか本当に何もしないのかタバコ吸い出したけど。 えなんて言ってるあ,あ名前言ってたのか。 すげえな、この白子屋のお嬢さんを連れ込んできたから今日ちょっと騒がしくなるけど気にしないでくださいって <laughs> 説明しちゃうっていうところがちょうど奥さんも旅に出ていないしね <laughs> え 何暗くなっつったよえどうなったのちょっとお嬢さんどうなったのああヤクザ来た。 <laughs> もうすぐ噂は広まるね。え？い,いねえってこと？ और डोनी 何を遊んでんの なんだなんだなんだ,なん,だなんかかっこいい展開になってる 双眼だってお嬢さんを助けようとしてくれてるってこと だお嬢さんは中吉と一緒になりたいって言ってっから、っていうことを言ってるってとだよね。出雲の神様っていうのはそういうことだよね。 この人の演技もすごく現代風。 紙風船は内職っぽいね。 おはようございます大谷さんこの人の名前が神座っていうのはやっと理解できてきたんだよ 想像以上に面白すぎる。本当ね。あはははははは。<coughs> <coughs> <coughs> 今の目線いいねこの大家さんひょっとしておはぐろやってる おはぐろしてるよね。そんなとこにはいねえだろ。う都合により休み。ヤクザモノと白子屋の関係。ヤクザモノ、あの、白子屋とヤクザモノは、えいわゆる結物的なところがあるわけでしょ。 白子屋さんが。で、えー、白子屋さんと、その、何ご家老のあの人も、えー、恋意にしてるから、その関係でヤクザは白子屋とも、えー、仲が良いということなんですよね。で、えー、そのご家老のところと白子屋のあのお嬢様、 が、今度結婚するっていう話になってからっていうことだけど、本当はお嬢さんと中吉が付き合ってるから、ここが複雑な状況になっている。それを信座は知ってるから、お嬢さんの役に立って、お前は中吉と一緒になりてんだろっていうことで関わってるみたいな、そういったことですよね。 だからこのお父さんがお嬢さんのお父さんなんだけど忠吉はこの白子屋で雇われているデッチぼうこしている人とかだから、まあ、禁断の恋的なそんな感じだよね。 そう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 長屋連中も新三郎を応援してる何してんのダメよ この大家さんの喋り方は本当に落語家そのまんまだよね。 ha 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 山田太郎さんスグアの裏を知る者たちへようこそお、紙風船が。くくくくくこの浪人さんは主人公と思いきや主人公格なんだろうけどなんかあんま活躍してないね。 <laughs> つまんなそうだな最初の事件の犯人は出てこないね海野さんの奥さんは逃げたっていうか旅行に行ってんでしょ 向こう島に遊び行ってるっつったよね金入るとやっぱり酒ですか臨時収入入入っても長屋のみんなで飲みに来られて。 全員に「溺れ」って言われたらやってられんなこれ奥さん いいアングルだなこれああこれはいいねああ紙風船がコロ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 。 ハハハハ。Otto? Otto? <laughs> <laughs> お、お、そうしよう。駆け落ちじゃ。ここ照明うまいな。 あーこれはフラグ感いや新審査殺されるんじゃないかかっこいいこの人。 なあ、もうなんか死を覚悟してる感じのもう芝居だよ。 <music> その手紙ここにありますけど <laughs>。 <laughs> ああ謎の鐘も出てくるし。 ご親分自らですかいい演技するわ。 ああこっちは担当ですか。 えんのすけに見えるも僕も僕もずーっと思ってた猿之助に見えるよねうわー心中浪人さん大家 <laughs> さん呼んどいて。 ああ終わったああそうでしたかということでこれが。 えー、山中佐田を人情神風船でした。ちょっと字幕ありでもうちょっと詳しく見たい感じだったね。バッドエンドだったね。いやー、面白かったなー。相当面白かった。で、やっぱこの何 そうお話的に結構ねちょっと複雑っていうか登場人物多いし聞き取れないところがあって複雑っていうところもあったんだけどただなんつうかやっぱ光っているのはやっぱ演技 <laughs> ねあと何カメラワークっていうか画角がよかったねちょっと。 データを見たいね。人情紙風船。ウィキ。よいしょ。モノクロっていいですね。 今じゃベタの方がついて採掘するかと思ったけど全然そんなことなかったね、えー、僕がもう完全に舐めてました、えー、素晴らしかった本当に素晴らしかった人情紙風船は1937年昭和12年に公開された山中貞夫監督の日本映画日中戦争で扇拍子した山中の遺作である フィルムがまとまった形で現存する山田、山中貞夫監督作品の三作のうちの一つ。なんて読んだろうなこれ。川竹木網か。川竹木網の歌舞伎。梅雨こそで昔八丈。通称釜湯。 神遊神座を原作とし、山中の名優である三村慎太郎がシナリオを執筆した。ああ、なるほど。歌舞伎が原作なのね。うーん。一座の花形である河原崎長十郎と中村、何読み方がわかんええもんかな。 カンエモンモか中村カンヤモンが主演しほか多くの座員が出演した <laughs> カメラワークやカットリングがなくてもちゃんと分かる、うん、それこそこれこ,これこそアカデミーの時が経っても価値が変わらない映画だと思うそうですね 役者さんは割とみんな顔小さくてスタイル良かった本当ですね目が離せやがったよねちょっととてつもなく面白かったなんで面白かったんだろうこんなに1937年の「キネマ旬報ベスト10」で第7位公開当時ってことね 37年8月25日、風切り当日に山中に赤紙が届き、平安神宮で総公会が行われ、神戸港から中国に出征した。うわぁ、そうなんだ。風切り当日に赤紙が届きは、えー。山中は戦中四季に神風船が一作とは、ちと寂しい、と書き残している。山中は38年9月12日、 河南省で病線、千病死したということで、1979年、日本公開外国映画ベスト10第4位。日本公開外国映画ベスト10の4位に日本の映画入ってるってどういうことなの ?89 年、日本映画史上ベスト10キネマ旬報100号、戦後記念第13位。89年、大アンケートによる日本映画ベスト150第10位。 95年オールタイムベスト10日本映画編第4位。99年,映画,年映画人が選ぶオールタイムベスト100第18位。2009年映画人が選ぶオールタイムベスト123位。無念だったろうね。本当にね。傑作だよ。だってこれは。いやー、そうか。 日本映画まあオールタイム「絹山淳法」とか「しゅ文藝春秋」第何位って出てるけどそれは分かるねこの時代的にっていうところもあるけどこの時代関係なく素晴らしい映画だったなという感じだねテレビドラマ化もいっぱいしてんだねこの ウィキの中には2021年っていうのは何にもないけど誰も更新してないってことなのかな空白残すのがいいうんね歌舞伎と落語のいいとこどいってことあそうねただこの時代はえ映画って地位がめちゃくちゃ低かったと思うんで まあなかなか難しいところではあると思うんですけど。まあね、その、大衆娯楽ですから映画って。その、なんていうのやっぱどうしてもこういう娯楽、えー、ものっていうのは、一番上に、えー、舞台演劇があるわけですね。一番上に舞台演劇があって、映画っていうのは、うん、どこまで行っても二番手なわけです。 で、その後、ま、テレビドラマが出てきて、テレビドラマっていう風になってくるわけね。演劇、舞台演劇、映画、えー、テレビ、ドラマ、えー。この順番はどうやったって変わらないわけですね。それはなんで変わらないのかっていうと、入場料が違うからってことです、えー。舞台演劇が一番高いですから。えー、で、映画がその次に安,安くて、テレビは無料ですからね。えー、そうなると、当然、見る人の数でいったらテレビが一番多くなって、次に映画が多くなって、舞台、 舞台なんていうのはほとんど誰も見ないわけですけれどもそのなんていうかな格としてはやっぱ舞台が一番上っていうふうになってくるわけですけれどもだからこの時代はねそのまだテレビってものはないんで映画というのは非常にその芸術というか大衆文化としての格が下なんですね。 だからどっちかっていうとそのなんつうの映画に出るようになったらダメだみたいな、えー、そのような感じになる時代ではあると思うんですけれどもあ地位が低いのもこのレベルの俳優たちそうそうそうだから、えー、その何て言うの大衆演劇というかそういった大衆文化としての格は 舞台よりも映画の方が低かったと思うけど、だからといって映画の人たちがダメな奴らが作っていたというわけじゃなくて、映画の人は映画の人で、本気で、それこそ、俺たちは舞台よりも映画の方が価値があるっていうふうに思いながら作っていたっていうところは確実にあると思うんで。そういうことなわけですね。新しい娯楽は常にまる,まるなんて、そう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 、YouTube なんてとかね。 <laughs> えー、なるわけですよ本当だってさ1年前2年前ぐらいまでお笑い芸人の人たちみんな YouTube なんてバカじゃねえのってみんな言ってたやつらが全員今 YouTube やってるっていうことは、えー、そういうことなわけですねそうそうバビロンでも言ってましたよねどうしたってまあそれはそうなんですねバビロンでは確かねえー、舞台 演劇は1万人客が入ればもう超大ヒット。ブラ、何ブロードウェイでね。えー、ロングラインやって1万人入れば大ヒットだけど、映画で1万人なんか大コケだみたいなこと言ってましたよね。だから映画の、映画より舞台の方が格は高いだろうけど、えー、規模が違うんだと。えん、えん、えー、舞台よりも映画の方がすごいことをやってるんだっていうね。えー、そういう自負みたいな。そうやってる人たちの中ではそれが、 俺たちこそがっていうのは当然あるわけですねただこの世の中どうやったって、えー、歴史っていうのが一番重要視されるんでそうなるとまあね演劇が一番上というところはまあ,あるわけですけれども演劇なんてね、えー、ギリシャ悲劇から数えたってもう何千年も前からやってるわけだからね。ということがあるわけですけれどもただやっぱね当時のこの 携わっている人たちは俺たちこそがという気持ち気概を持ってやっていたということがあるわけですね。でやっぱ何で面白かったと思う人情風船相当面白かった。なんでこんな面白かったんだろうね。まあ、脚本がすごく良かった話の筋が良かったっていうところはもちろんあるんだけど。 まあ、当時の他の映画と見比べてっていうところをしてないんでわからないですけど、例えばカット割りとか、そういったところも全く今と変わらないというか、えー、違和感なく、ねえ、見れたし。で、やっぱ演技の仕方その、なんていうかなあ、あテンポも良かったね。テンポも良かった。 結構みんな早口でバンバンしゃべるっていうところもあったりとかその間を持たせる部分と間を詰める部分っていうところもはっきりしていてすごく良かったしまあ演技も良かった本当に自然な演技というかう僕がちっちゃい頃は結構まだ時代劇がテレビでやってた 頃なんです、ね、まあほぼなくなってきてはいたけど、まあ、ちょろちょろまだまだ時代劇もやってた時代だったわけですけれども、えー、その頃の時代劇いわゆる「遠山の金さん」とか「えー、大岡越前」とか「まあ、水戸黄門」とかそういう時代劇の演技に比べても人情神風船の演技の方がものすごく自然。 だったよね。あ、無駄な音がない。ああ、それもあるかもしれないですね。この BGM とかも過剰じゃないっていうところもあるし、喋り方で身分がわかるってのも、ああ、そうね。まあ、この時代の人たち、まだね、ギリ、江戸時代の人たちがいる時代ですからね。えー、江戸時代ってこういう喋り方だったよね、みたいな、えー。そういったところもあるかもしれないですね。でも、昭和12年だから、結構もうあれか。 だいぶ江戸時代の人はいなくなってるけどまあでもねえー、まだまだ明治の初期なんて江戸時代みたいなもんですもんねだからその頃も良かったっていう感じもあるしセットも良かったねセットも非常に良かった本当に本物っぽさがあるし雨のシーンも良かったし あと奥さんが帰ってきた時のあのアングルはちょっとしびれましたね大多数が明治ああそうでしょうねちょっとものすごくよかったいやんか当時ね20代、まあ、50年前60年前の倫太郎がこれを見て大感動したっていうのはなんかわかる気がしますね キャラクターがはっきりしてて面白かった。ああ、あるかもしれないですね。漫画のキャラに出てきても違和感ないかも。そうですね。ああ、セットの良さはモノクロっていうのがいい方向に。ああ、あると思いますね。映像が綺麗になればなるほどね、セットってすごい嘘臭くなってきますからね。あのー、NHK のドラマって、 セットが僕めちゃくちゃ下手だと思うんですよ。NHK ってなんか新品みたいなセットばっかり作ってるんですよね。その、何例えば時代劇、大河とか見ても、お屋敷も新品っぽいっていうのはまだいいとして、えー、それもいまいちなんだけど、お屋敷が新品っぽいっていうのはまだいいとしても、その、その辺にある汚い小屋とかそういったのも新品に見えるんですよね、NHK って。 なんでそうしちゃうんだろうね。NHK ってお金いっぱい持ってて、そういうところに金かけられるはずだし、ちゃんともっとできると思うんだけど、なんかセットのセンスが NHK はゼロですね。なんでだろうね。奥さんが帰ってきた時のホラーみね。<laughs> あったよね。あれはちょっと痺れたね、あそこの。 何よあそこのアングルはねクリーンな印象を与えたいあセットに綺麗さを出してうんそうなのかねなんかいまいちですね NHK のセットはペットセメタリーみたい何が <laughs> いやでも面白かったなあ。あ、そう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 。NHK のセットはドリフみたい。そう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 。そんな感じ、そんな感じ。ラスト2人の会話、ブルッときた、ね。奥さんがまた、この、何、セリフがね、少なくて、しかもボソボソ喋って、その本当にこの、 引いたた感を出ししてましたよね私なんでこんな男と結婚してしまったんだろうね感が奥さんの中にはもう最初からずっとあったでその最後もういいやみたいなそんなところそう冷めた夫婦冷めた夫婦感があるんだけどその冷めてるのは奥さんだけっていうところも, <laughs> もすごく面白いというか。 旦那はねまあなんとかなるなんとかなるみたいな感じでずっといるんだけどあんたいつまでそんなこと言ってんのよみたいなね、えー、そういったところとかねえただ結局最初の首くくりは別に話の中には、えー、入ってこなかったですよねあれはただ単に なんか冒頭のつかみとして、えー、登場しただけで最初の首くくりっていうのが自殺だったのか他殺だったのかとかその辺もなんだかよく分かんないまま、えー、あれはなかったことになったみたいなねそんな感じがありましたね。ああちょっとおしゃれな会話のセンスがねあの粋なんですよね。 心臓さんは多分死んだんだろうな殺されたんだと思うねああラストのバッドエンドの伏線ああなるほどね長屋の人物紹介っぽいああなるほど一人ずつ出てきてこんな人たちがいますよみたいなね 言葉が聞き取りにくいと人は集中して物語にのめり込むって稲川淳二が研究。へえ、そうなんだ。そう <laughs> 俺ははっきり喋ってほしいなーっていう感じがあるけど。まあでも多少その意見もわからないでもないかな。まあでも良かった、本当に。<laughs> 思った以上に良かった。長屋に住んでるようなお侍さんお侍さんはすごく強いってことかな <laughs>。まあそうでしょうね。まあ昔はいっぱいいたからね。でも武士は食わねど高いようですから、えー、貧乏だ貧乏だ大変だ大変だとは言えないわけですね。 あの人もね、あの人の名前なんて言うんだっけまたじゅさんだっけまたじゅね、運のまたじゅさんも、いええ、いえ、とんでもない大丈夫ですよって言い続けて、本当は大丈夫じゃないのにね、やっていかなきゃいけないってのがね。最後の足し去るシーン、心臓ね、心臓が足し去るシーンで、ね、かっこよかった。心臓、 心臓さんは、あのー、日本のかっこいい男の、えー、集大成というか元祖というか、そんな感じがあるかもしれないですね。まあ、僕たちの言うかっこいい男っていうと、どうしてもやっぱルパンとか、えー、そういうのになってくるじゃないですか。サイバリョウとか、カウボーイバップのスパイクとか、えー、この辺がかっこいい男の代名詞みたいなところがあるわけですけれども、すごくそこと、 この相通ずるものがこの髪結いの心臓にはあったような感じがしますね。男は黙ってみたいなね、えー、そういったところがあってかっこよかったですね。ああ盾がない時代劇なのにあそうねそうねあっこれはそうね斬新。 それは、どうだったんだろう時代的に。そういうこともよくあることだったのか、どうだったのか。盾というか、一方的にやられる喧嘩というか、そういったものはあったけどね <laughs>。いや、恐れ入りました。山中貞夫素晴らしかったね。 三村慎太郎さんっていう人は脚本家まあ昔すぎて分かんねえけどあ牧野正弘の 映画も脚本書いてんだね、うん、浪人さんが大立ち回りするのかと思ったら僕らやっただけだと本当ね <laughs> あの老人本当に老人老人本当に何もしなかったね最後まで何もしなかった ヤクザ強いねあ心臓さんと親分のね橋の上の決闘ねあそこで結果を見せずというか始まるったところで暗転だったからね見せ場を見せないからい,いあーあると思いますもうどうなったかは想像にお任せしますっていうところがすごく良かったんじゃないかなと思います 昭和の作品なのに本物の江戸時代を見れてる、本当ですね。あ !27FF さん、ありがとうございます、この企画大成功、本当ですね。えー、やってよかった。正直、しかもね、結構、何人、70、80人ぐらい来てくれて、僕、正直ね、5人でもいいやと思ってたんですよ。だって、この誰も知らない、 もう何十年前の映画を同時視聴しようって言って誰も来ないんじゃないかなって正直思ってたんですよね。<laughs> こんなのね地味だし誰も知らないしアマプラでしか見れないっていうところもあるし誰も来ないかなと思ってたんですけど結構いっぱい来てくれてしかも面白かったしね良かったなと思います。 みんな微妙にカッコ悪いのがいいよね菅さんの YouTube の紹介で山中監督を知って山中監督作品の単月作戦もう見たけど少しコメディ要素もあった面白いああそうらしいですね短月作戦はすごくあのなんていうのすごいことだったっていう風に凛太郎監督も言ってましたそのそれまでの短月作戦っていうのはかっこいいっていうのが当たり前だったのにその 格好悪い部分を単元させんで、山中は、山中監督は描いたっていうところが、これがものすごいことだったんだっていうふうにね、えー、言ってましたよ。今なら絶対ラストのチャンポラ思いっきりやったと思うんでしょうね。あのー、なんつうかな、今の映画の本当にダメなところって、 こういうおしゃれさがないというかやっぱなんていうかな全部説明されないとお客さんがな分かってくれないっていうふうになんかみんな思い込んでて映画関係者の皆さんがこういうラストとか、えー、こういった脚本とかは多分 今もっとわかりやすく、ね、もっと分かりやすく,やすく全部感情も説明しなきゃいけないっていうのがね、えー、おそらくあって奥さんが今作り直したら、えー、又十郎の奥さんはですねすごく独り言を言うと思いますあの自分の心を吐露する独り言。<laughs> どうせあんたなんてねとかずっと独り言を言って。 やると思いますねそうしないと伝わらないっていうふうに思ってるんですね伝わるのにはあ、奥さんの演技も良かったなあだからそういうところを懸念したりんたろーがこれを作ったわけですね今度新しくサイレント映画のアニメっていうのをねいや面白かったですね本当にありがとうございますいやそんでもございません 皆さんもありがとうございました奥さんのおろ姿よかったね本当によかったやっぱ映画はね絵で見せないとおこ,、ま、おこまさんおこまさんおこまさんって誰おこまさんおこまさんおこまさんって誰 お嬢さんのことあ、お嬢さんね。みんな正解求めそうだね、ほんとね。お嬢さん、いや、お嬢さんは多分、えー、制約結婚させられたっていうことだと思いますよ。で、心臓、心臓が、 えー、殺されたのはお嬢さんが帰ってきたから、えー、もうお前を生かしとく必要ねえからってことで殺されたんじゃないですかねだから中吉中吉だよね名前が分かんねえんだよな まあうまくいかなかったってことなんじゃないかな。もう書き落ちしてないと思いますね。多分。したのかな。まあ、その辺は。皆さんの中で。考えようみたいな感じかな。 そうね駆け落ちしようっていう風に言ってたよねさあこうやって終わった後あそこどうなったんだろうねっていう風に考えるのも映画の面白いところですよね、えー、それができない今の映画界非常に悲しいんじゃないかなという風に思いますな初めて同時視聴会参加しましたがとても良かったああそれはそれは良かったですありがとうございます 幸せにならなそうそうね中吉と逃げて二人で新しく生活するっつったってねなんで面白かったんだろうってなる映画が一番いいそうだねなんで面白かったのかがわからないとにかく終わった後 ああ、面白かったーって言えるのが一番いい映画でしたね。一番面白い映画じゃないかなと思います。ということで、えー、今日はですね、本当にやってよかったなというふうにつくづく思う、人情神風船、山中禎尾、天才山中貞尾に触れようという回ですね人。人情神風船の同時視聴会をお送りしました。えー、っと、 メンバーシップの方、ちょっと移動してもらって、もうちょっとお話ししましょうかね。今回のこの面白かったお話、プラス、まあいろいろとお話しいたしましょうか。ということで、えー、本当によかったと思います。えー、ね、本当によかったと思います。<laughs> いや、 本当に僕もね、今回の機会がなかったら多分見るきっかけがなかったんで、いや、良かったなぁと思いますね。ちょっと本当に感動しちゃった。人情紙風船にね。この機会がなければ絶対見てなかったですね。本当ですね。ありがとうございました。えー、次はですね、えー、っと、NHK の 藤子 F 不二雄 SF 短編ドラマやりますんで、その時またですね、同時紹介いたしますんで、ドラマの放送時間と合わせてね、えー、やりますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、次の日曜日ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お集まりください。人情紙風船は昔は気になった っていたので、見るいい機会いただきます、あ、本当ですか。雑誌ポパイの著名人三百十一人が好きな映画を一本紹介する企画で。俳優の渋川清彦さんが人情紙風船を選んでいました。まあね、えー、っと、今日これで見たんで、皆さん言えると思うんですけど。 もし、ちょっとめんどくさそうな人が、おすすめの映画って何なのって来たら、山中貞夫の人形神風船、人形神風船を一回は見といた方がいいっすよ、という上から目線でね、鼻高々で喋って、これから皆さんいいですからね。ぜひ、そう言ってください。あ、人形神風船がいいんじゃないですかね。人形神風船、やっぱ見とかないと映画見たとは言えないんじゃないかなって。<laughs> 言ってください。 よろしくお願いします。ということで、えー、っと、メンバーの方は移動してください。えー、その他の皆さんはここまでです。ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。楽しかったね。<laughs> バイバーイ。おやすみなさい。う